テテン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 、ハッピーバースデー私。はいはい、皆様からですね、もう多数かなりたくさんですね、お誕生日おめでとうメッセージをいただきました。ありがとうございます。平田さん、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。34歳になりました。34歳でこのベタつきね、美容業の人とは思えないですね。ちょっとですね、あったかいですよね。春って感じですね。で今日は朝ね、ごめんなさいね、朝ねセミナーに行ってたんですよ。朝活っていうセミナーで、あの結構ですね、すごいコンサルタントの方の植木先生っていう方のセミナーに行ってまいりました。見えない、ありがとう。それは私が見えにくいってこと？大丈夫？年より若く見えるってことかな。ありがとうございます。で今日はですね、まあ、そこの内容を今日ね、夜にでもお伝えしようかなと思ったりとかするんですけれども、今日はですね、お客様に人気が出る、まあ、聴衆ですね、お客様を引きつけるような髪型があるって知ってますかっていうお話。20代に見えます。29歳と何ヶ月かな、48ヶ月ぐらいですか。違うな、うん、結構年いってますとか言うとちょっと失礼です。30いくつじゃまだまだね、これからですよ。見せ方です、見せ方、まあ、お化粧の仕方とかもあるんですけどね。ありがとうございます。で今日はあの髪型について、あんまりみんなね気にしてないと思うんですけど、実はこれってすごく大事なことだったりとかするんですけど、これね、今から重要なことを1個言いますよ。お客様は、前にもちょっと言ったんですけど、第一印象ってすごい大事なんですよ。第一印象がすごい大事、これ前ねどっかの動画で言いましたね。第一印象大事なんですけど、第一印象ってみんな何で見るか知ってます？一つはね、服装でね、3番目がね、靴で、この印象ってファーストですね、ファースト、初めて会ってこの人の話を聞こうか聞くまいかって思った時に何を見るかっていうと、まあ、服装が1番、3番目が靴です。そしてその第2位が髪型なんですよ。って思うでしょ。髪型あります。あ、農場くん、さっきはありがとう。髪型って実はすごく重要で、これもね、ちゃんとしたあの心理学的な要素があるんですけど、人ってあの人からお話を聞くときに、お客様ってお話を聞くときに、あの話の内容ってどのぐらい入ってくるかっていうと、2、3割なんですよ。であとの1割がなんだろう、雰囲気とかいろいろあるんですけど、あのね、その中でも 60% を占めるのが何かわかる？ちょっと間を置いてみよう。何かわかります？ 60% を占めるんです。お客様がなんか話を聞いてくれてる、内容が入ってくる 60% ってなんだか知ってますか？わかる人はちょっとコメント、これじゃないの、これじゃないのみたいなやつあったらちょっとコメントして、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 なんか出てくるかな。 60% の情報は何？見た目の清潔感、信頼感。あ、そうですね、そう、やっぱ清潔感とかめっちゃ大事。やっぱね、どう考えても人って綺麗なものの方がに目が行くので、容姿とかじゃなくって、その清潔感とかですよね、雰囲気とかですよね。そう、そういう感じ、そういう感じ。いいよいいよ。何で、何の情報でそのなんだろう、伝わるか。噂の動画、あ、試験さん、ありがとう。そう、これはですね、言ってしまいますよ、正解言っちゃうと。いいかな、もう出ないかな。ですね、視覚、目ですね、視覚から入ってくる情報で6割物を落とすとって判断するんですよ。わかる？なので、あの髪型とか服装とかって全部見た目じゃん。これも結構重要ってことです。で、もうちょっと重要なことっていうのは、身振り手振りとかもすごい重要なんですけど、今日はまあこの話はまあ置いといたとして、なんで髪型が大事かっていう話をしていきます。髪型とかくだらねえよと思うかもしれないけど、じゃあ逆にだよ、こんなくだらないことでお客さんの制約率が当たったら超いいじゃん。でしょ？なので今日はちょっとお伝えしていくんですけども、髪型、じゃあどういう髪型がいいか。
みんないつもどんな髪型してるかな。女性の方だと例えばね、あのこういう感じで流すタイプの方もいれば、あ、誰怒ってるのこういう感じで流す方もいれば、泣いちゃってる人がいる。あとは、そんな前髪ね、私ないけど、こうね、髪型ね、前髪がある人もいるよね。あと全部あの上げちゃう人もいます。はい、じゃあ問題いきます。3択だよ、3択。 1,2,3 で答えて。1番、こう髪の毛を流すみたいなのがいいか、2番、じゃあ髪の毛全部上げちゃいましょうみたいなのがいいか。お目磨きありがとうございます。3番、ちょっと私できないんですけど、前髪を下ろしてるのがいいかとか、わかります？どれがいいでしょうか。1番、前髪流しパターン。2番、全部アップにしちゃう。3番、前髪を下ろす感じ。じゃ、私できないんですけど、前髪がねあるやつと、どれが一番、お客様が話を聞いてくれるでしょうか。1番2番3番で答えてね。ちょっとみんな協力しようよ、やってよやってよ。誰だと思います？遠藤、これ結構ね気にしてる。例えば気にしてます。2、宮田さん2出ました。他は、他のご意見は出るかな。ちょっとねタイムラグがあるんですよね。2、あ、2票が多いですね。あ、岩田さんこんにちは。じゃあ答え言っちゃいます。今2個ね、あの出てますけども、2番っていうことが多かったですね。正解は、ドゥルル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 ルなんかさ、そもそも運気がねいいよとか言うじゃん。おでこね、おでこ入っている、おでこが何見えてると運気がいいよって言うんですけども、その運的なものを引き寄せるよとかいうのもあるんですけど、私はそんなふわっとしたものではなくて理論上あるんですよ。で、なんでおでこが出てるといいかっていうと、さっきボディーランゲージ大事だよって言ったんですけど、身振り手振りね。で、これ顔の表情もお客さんってめっちゃ見てるんですよ。体の動きとかと一緒に、でも声のトーンとかも見てるけど、一番パッと見てね入ってきやすいのは顔の表情。その人がどんな顔をして喋ってくれてるのか。例えばね、悲しい話を聞くときに、ああそうなんですねって言わないじゃんね。ああそうですかって言って、ちょっと眉間にシワが寄ってる感じとか、嬉しかったらわーってニコーって笑ってくれるのとかが、おでこが出てると、その眉毛とかってめっちゃ表情出るじゃないですか。あのね、眉毛が動かないで笑ってる人とか、目尻が垂れないで笑ってる人って、あの作り笑顔でしょ、こうやってこれ作った笑顔でしょ。爆笑すると目尻下がったりとかするんですよ。そういうのを人って感覚的に見たりとかするので、おでこが結構見えてなくてね、バーって隠れちゃってたり、もう目のギリギリとかまであると全然表情が読めなくって、その人っていうのが、まあ、一体何を考えてるのかっていう信頼感がですね、ちょっと落っこっちゃうんですよ、無意識に。だよこれは。でも人間の意識って、まあ、聞くと思うんですけど、氷山の一角みたいな、本当1割じゃん。で、あの本人が気づいてないところで、この人は信用できるできないっていうのを、潜在意識的なところで判断するんですよ。だから、だったら私は信頼を、まあこんな簡単なことでね得られるんだったら、あのいいなと思うので、おでこ、まあ、基本出してますよね。いつもさ、遠藤ってさ、だいたいこうまとめてるとか、まあ、流すって言っても結構上に上げちゃう人なんですけど、おでこが見えるとか顔の表情がはっきりするっていうことで、お客様からの信頼度が上がります。信頼度が上がるってことは、つまり話を聞いてくれるようになるってことですね。そうだから、本当に自分が伝えたいことがあるときっていうのであれば、できればあのおでことかを出して、自分の表情を全部ですね、ここでボディーランゲージですよここでボディーランゲージ僕てっぺんが出てますな、突っ込みづらいだそうなんですか、そうですか、そうです、そうでした。大丈夫ですよ、うちの父親もここ全部ちゃんとデデデデンって、もうオープンな、オープンな性格なので、きっと
になってたりとかします。だから髪型一つとかでも、もしねご成約率がこれで若干上がったらラッキーだし、あのお客様に信頼度を上げる、こんな簡単なことないですよね。なのでこれは本人、お客様本人も気づかないし、自分もそんなに意識はしてないかもしれないんだけれども、確実に上がります。嘘だと思ったらやってごらん。あのね、跳ね上がるってことはないかもしれないですけども、それによって信頼関係が築きやすいとか、この人よく笑うなとか、あの表情豊かだなとかっていうのは感じてもらえるので、絶対悪い印象にはならないです。元気がいいとかっていう印象にもなるんで、よくなんていうのかな、元気なさそうな人とかって言うとごっつり前髪落ちてたりとかして、もう目とかまで隠れちゃってると、あんまり印象は良くないじゃないですか、正直なところ。そういうことですね。うん、だからおこをパンって出して、いる方の方が印象がいいですよっていうのを覚えておいてください。すぐできますね。ね。なので、今日はこんなところで、昼の動画をおしまいにしようと思います。夜ですね、まだネタが決まってないんですが、今日ね夜、あんまりみんなにお伝えしてないんですけど、ダイエット講座があるんですよ。ダイエット講座買って、ダイエット講座があるので、それがね終わりが9時ぐらいなので、その後帰ってきた方がやっぱ10時か10時半かな、うん、また連絡します。その時の様子も、動画撮って後でお送りしますので、楽しみにしててくださいね。はい、ということでですね、今日のお昼の動画こちらでおしまいになります。交流会は13日にあります。はい、でセミナーですね、3月分4月分予定が出ましたので、もし気になっている方がいらっしゃったら、あのコメントくださった方には詳細を送らせていただいておりますので、気になるとか行きたいとか、遠藤に会って直接お話をしたいみたいなことがあれば、ぜひいらっしゃっていただけるといいかなと思います。あ、ちなみにねセミナーに来ると、あ、まあいいやセミナーに来るとまあいろんないいことがあります。やっぱね直接話して質問がそこで質疑応答ができるっていうのはすごくいいことだと思いますので、遠藤のセミナー少人数です。あんまり、あ、来たら終わりでした、ごめんなさいね。あんまり大人数でやるもんじゃないので、5人とか6人ぐらいでやるので、結構ね個別に近い感覚ではできるようになってます。ありがとうございます。後でゆっくり見てください。だから私結構本当にセミナー真面目におすすめしてます。でここで伝えてる心得みたいなものとはまた別に、具体的なやり方とかっていうのをお伝えするのがセミナーですね。体験します、全部体験します。でお話聞いていいなと思ってくれた人はぜひ足を運んでもらえるといいかなと思っております。でセミナーにねもし来られるようであれば、まあ、動画もお勉強になるんですけど、14日間無料メール講座も、動画で言えなかったこととかがですね、文章となってお届けできるようなシステム作ってますんで、気になる方は登録してください。で、LINE アットに登録してもらうと、セミナーがお安く受けられます。やった。ちょ、ごめんね。なので、まあ、LINE アットの登録もかなりおすすめしてます。最優先でね、セミナーいつだよとかってご案内飛ばせるのも LINE アットです。まあ、最優先ですね。なので、まあ、登録タダだし、いいかなと思っております。では、今日もね、ピカピカに晴れてエンド嬉しいです。ありがとうございます。またね、皆さんちょっとメッセージ、誕生日のありがとうのメッセージがまだ返せてない方がいるので、後ほどですね、ゆっくりですけど返させていただきますので、よろしくお願いします。いつもね、応援ありがとう。本当にエンド嬉しいです。頑張ります。じゃあね、また夜お会いしましょう。See you! Bye bye. Thank you.